はい、こんにちは。マイケル太郎です。本日からですね、参考書紹介、世界一わかりやすい参考書の使い方紹介という企画をやっていきたいと思います。この時期ですね、高2生とか、受験が終わって、うわぁ、ちょっと微妙やったなーとか、ちょっと浪人考えてますとか、私立志望の人、早慶志望とかね、まあおっしゃったんで、来年も一緒に頑張りますとか、高校1年生から2年生に上がる段階で、ちょっと勉強頑張ろうと思っている人たちは切りくぐってると思います。勉強法とか、何の参考書したらいいんかとか、今の数学の偏差値これぐらいだけど、次どんなやったらいいのかとか、もう切りくぐってると思います。僕自身も結構そうでした。そうやってググってググってググってひたすらググってましたけど、結構わかりづらかったり、自分の持ってる参考書の解説がなかったり、参考書どんなんっていう解説はあるんだけども、どう使ったらいいのかとかいう指南がなかったり、ちょっと自分のレベルこうなんだけど、ちょっと合わないなとか、これはどのレベルの人に向けて書かれてるレビューなんだろうとか、いいよって言ってるけど、本屋行ってみたらめっちゃむずいとか、もうやってみたらめっちゃ簡単とか、いろんなことがあると思うんですね。で、他にも高校3年生とかでもう時間ないと。1A どうやってやった別に青チャートドンってやれって書いてある。正しいことが書いてある。例題全部やれって書いてあるけど、別に俺それしたら間に合わないぜみたいな人もいると思うので、各ターゲットですね。高校1年生で神経模試が偏差値50の人、こう使いましょう。例えば高校3年生で、前頭模試偏差値60でどこどこ志望をやったらこう使いましょうっていう話を、していきたいと思います。対象者を徹底的に分けて解説していきたいと思います。なので、1冊1冊の解説がすごく長くなると思いますが、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では、行きましょう。1冊目は、フォーカスゴールド1A でございます。まあ、一番使われて学校仕様結構多かったりしますね。僕もこれ使ってました。はい。で、これが、ちょっと、あと最新版かな。今なんか動画もついてるみたいですけど、新しい方持ってきました。フォーカスゴールド 1A になります。1A に意味3、まとめて紹介しようかなと思ったんですけれども、実は結構、こう違うんですね。まあ、分野の特性上の違いっていうのもあるんですけれども、結構使い方が違ったりっていうのがあるので、まず 1A からお話しさせていただきたいと思います。ではでは行きましょう。ではまず、ターゲット1。高校1年生ですね。神経模試の偏差値が40だっていう人。次高校2年生ですね。だから、次高校2年生になる人で、神経模試の偏差値が40ですという人はどうやってこれを使えばいいんでしょうか。ということを、話していきたいと思います。高校1年生から2年生に上がるタイミングで、神経模試の偏差値が40ということは、1A また微妙いですね、だいぶ。だいぶ微妙いと思います。なので、まずですね、まず、この、例えば、2章にしておきましょうか。2次関数ですけど、2章って。例えばこんな感じ。2章、フォーカスゴールドこんな感じですね。あると思いますが、星1ですね。星1の内容です。はい。この星1の内容をやってみましょう。2次関数、次の2次関数のグラフをかけって書いてありますね。はい。軸及び頂点を入れて問題ですけれども、こちらの問題ですね。こういうのを解いてみて、星1の問題を解いてみました。はい、わからなくても結構です。わかりません。はい、解説を読みますので、次、解説を読みました。解説を読んだ時点で理解できれば OK です。全然 OK です。そういう人は、別に、フォーカスゴールド本自体を、これを読んで解き進めていけるので、動画講義を見たりしなくても結構です。なので、普通に前から星1ですね。星1から進めていきましょう。で、星1と2って、大差ないので、星1と2は同時並行でも構いません。なので、現在、次から高校2年生だっていう新高2生ですね。新高2生で、フォーカスゴールド、1A をやるという人で、神経模試の偏差値が40程度だっていう人は、まず、本を読んで理解できるか。どこでもいいです。星1ですね。まあ、一番いいの二次関数じゃないかなと思いますけど、二次関数のこの星1の問題を解いてみて、解説を見て理解ができれば OK です。本を読んでやっててください。もし、あれ何というか意味わかんない。軸と頂点って何意味わからんってなった人はどうするかというと、次ちょっとこっちを眺めてみてください。フォーカスにはですね、こうやって各章、まあ、各節ですね、まとめみたいなのがあるので、これを読んでみましょう。授業で習っていたら、あー、そんなのあったなー、みたいなテンションでわかることが多いと思います。で、これを見てもわかんねえぞ、という人は、スタディサブに行きましょう。次はスタディサブに行きましょう。個人的に、YouTube とかにも動画がいろいろ上がってますが、まあ、体系的にというか、1校から順番にってやったのが、まあ、学研のやつぐらいしかないんですけど、まあ、あれを見るぐらいだったらちゃんとスタディサブで勉強した方がいいなと思うので、特に初学者は。なので、
まあ、サリサプリ少し値上がりしましたが、まあ、それでも月知れてるので、あの額だと。取ってみて、スタンダードレベル、数学 1A2B というのがあります。高1、高2、共通講座になってますが、スタンダードレベル数学 1A2B ってやつを、見て、1個をまず見ましょう。1個を見て、その対象ですね、習った内容のフォーカスゴールドの例題、またはチェックから入ってください。チェックですね。チェックがあります。こうやって、各章ですね。チェック、例題と続きます。ので、チェックをやって、例題をやる。例題は星1にのみで結構です。また、練習もやらなくて結構です。なんで練習やらなくていいかというと、1対1対の練習とかだと、ごめんなさいね。例題と演習ってちょっとレベル差があっていいんですけれども、これに関してはほぼ同じ問題です。数字書いただけの問題がほとんどなので、例題、演習と2つやるんだったら、例題をちゃんと2周しましょう。次の日に。っていう方が大事なので、例題だけで結構です。なので、スタジーサプリを1個見て、その後に、フォーカスゴールドの例題を1個やるという形で、例題を1個やるというか、例題を、その1個分の、習った範囲の例題をやると。いうサイクルでガーッと回していってください。はい。で、星1、2の例題バーッと回して終わったら次何をやるかというと、星3に進みましょう。その間にですね、星1、2が忘れているという可能性あります。基本的に数学をやった次の日にやり直しが続きますが、それで、進めていっても、まあ、どうしても忘れるということはありますよね。当然です。いいです。なんで、次やるとき、例えば1章だと、ここ1、2と星1なんですね。で、次も星1、星2、星1、あれ結構星2多い、星1、星2。16、あと16で星3が来るんですけれども、この15までパーッと見てみてくださいね。はい、例題見てみます。やり方がパッパッパッと出てくれば、これこうすればいいな、これこうすればいいなって出てくるのは飛ばしてください。で、あれってなった問題。あれこれどうやるんやったっけってなった問題はちょっと考えて、それでもわからなければもう一回やり直しましょう、そのタイミングで。星3に入るタイミングでやり直してください。そして星3のところまで行きます。で、星3を解いていきましょう。このサイクルでもう一周しましょう。OK ですか？で、スタディサプリ見た人で、スタディサプリのスタンダードレベル数学 1A2B は、基本的にフォーカスゴールドの星1、2の内容が多いです。星3の内容はあったりなかったりするんで、1個のハイレベルを見てもらう必要が出てくるんですけども、星1、2の内容のスタンダードレベルを見てもらった時点で、まあ、基礎は一緒なんですよね。で、星3ってちょっとまあ、技術的な、まあ、知っとかなあかん解放の内容をやるんで、まあ、少し発展的なんですけども、スタンダードレベルの内容を見て、あと、次フォーカスに入って、星3を見るときに、習ってない問題でも解説見たら分かる場合がありますね。で、フォーカスゴールドの原則として、1分考えて分からなければ答えを見ろっていうのが大原則です。なので、それで解説を見て、理解できれば、もう、ハイレベルを見る必要はありません。普通に自力で本を読んで進めていけるので、本で進めていく方が早いので、本で進めていきましょう。星3、次、副二次式だったんですけども、例題16。見て、ちょっとわかんないなと。本を見てもわからないっていう場合は、ハイレベル見て、その内容を確認してからこちらに進んでいきましょう。ということになります。そして、星3でガーッと一周してください。フォーカスゴールド。でですね、1A の注意点としては、そうだ。星3まで終われば、2B に入っていただいてよろしいです。星4はっていうんだけど、星4に関しては、受験する志望校のレベルによってもいらない場合もありますし、星4に関しては結構内容が発展的なので、余裕が出てきたら、やるとか、復習のタイミングですね、2B を解いていく中で、まあ、時期を見て、復習すると思うんですけれども、そのタイミングでやるとか、いうことを考えてください。まあ、おすすめとしては、2B をやりながら 1A の復習は結構した方がいいので、2B1 章をやるごとに 1A も1章復習するぐらいのペースがいいかなと思っております。その復習のやり方というのは、基本的に一緒です。例題の問題を見て、パッと見て分かる問題は飛ばす。そして分からない問題はやり直す。その形でいきましょう。で、その際に星4が途中で出てくると思うので、その星4を解いてみると。で、分からなかったら数答えを見てやり方を暗記するという形でいいかなと思われます。はい。ということですね、注意点いきます。1A に関しては、データの分析という分野があります。で、これに関しては、まあ、ほとんどの人はセンターですね。まあ、一橋とか出したことありますけど、二次で全然。二次で出てくるところも多いっちゃ多いんですけど、別に高校1年生でやる必要はないかなと思われます。なので、高1生に関しては、一回飛ばすっていう点も全然ありなので、1A の、第5章ですね、の、データの分析は、高校1年生の場合は飛ばしてください。ここに3年生の場合は飛ばさないでくださいね。やってください。ですね、次ですね。なんで、新高2、高3生はやってください。で、新高1生、中学生から上がってきましたって人はやらなくて結構です。
ですね、次ですね、フォーカスゴールドで次、整数ですね。整数は星3でも結構難しめな内容が多いです。はい。特に星4の内容は非常に重いので、まあ、星3でも十分甲子園とか非常に重いので、整数問題でもしかしたら理解に苦しむところがあるかもしれません。そういった場合、整数問題に限ってなんですが、飛ばして2B に入ってくれて結構です。整数問題の星3に関しては結構本当に難しい内容が多かったり、で、したりして、結構授業で習わないとわからないこととかあるので、まあ、先生に質問いける環境とかある人は全然聞いて頑張って進めてくれてもいいし、ちょっとしんどいな、これで勉強の手が止まっちゃうっていう、数学からちょっと離れちゃうなっていう気がしたら、2B にどんどん進んでいただいて結構です。で、もう一つ、9章ですね。9章の図形の性質なんですけども、図形の性質、作図は飛ばして結構で作図出ないんで。なので、作図は飛ばしていただいて、他のところをやってください。作図は、例題もやらなくて結構です。ということになります。以上が、高次生進研模試偏差値40の人のための学習です。まあ、これをベースに、ちょっと、対象を変えてお話ししていきます。では、進行2世で、進研模試の偏差値が60だっていうとどうすればいいの ?60 にもなってくれば、星1、2はある程度解けると思うんですね。なので、まず、さっきも言った通り、前からパーッと例題を見て、見て解法が浮かぶかどうかをチェックしましょう。で、解法が浮かべば飛ばす、解法が浮かなければ確認するという流れで一冊やりましょう。で、おそらく星4は絶対できないと思う。で、星3はできるできないが分かれると思います。つまり勉強する内容は星3のレベルですね。なので、星3をきちっとやりましょう。星3をメインでやります。なので、先ほど、高校1、新高2世ですね。新高2世、新研も偏差値60の方を対象としたやり方の、星3ですね。星3を勉強し始める段階に、2週目になりますね。内容、例題の内容を確認しながら、星3を解き進めていきましょうというところからスタートになります。はい、次。進行2世で、偏差値がめちゃくちゃ高いですね。前頭模試70とか、進研模試70とか、そういうレベルの方に関してですね、1へのおそらく復習をしたいということになっていると思います。そのレベルの方は、まあ、レーダー3までは完璧だと思います。で、内容として復習したい、まあ、整数は当然、ごめんなさい。1へは、整数確率とか結構難しいし、入試でも結構、複雑な問題が出たり問われやすい分野が多いです。なので、まあ、応用練習をしたいということと復習をしたいという需要があると思います。そういう時はですね、フォーカスゴールド、これすごいいい本でですね、ステップアップをやりましょう、ステップアップ。で、まあ、一章の内容は、まあ、どっちでもいいですわ。まあ、やった方がいいですけどね。いい問題が多いので。なんですけれども、まあ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 、まあ、毎回やりましょうよ、ステップアップも。はい、ということで、こうですね、ステップアップありません。まあまあまあ、正直これをやれとは言わないけど、まあ、最初の方の内容はただ、因数分解したり展開するだけなんで飛ばしてくれても結構ですが、一章でも最後のステップアップとかはですね、結構、いい問題が21番とかですね、こんな、いい問題が多いのでやった方がいいかなと思われます。なので、その人たちがやるべきは何かというと、ステップアップ問題ですね。ステップアップ問題をやっていきましょう。ステップアップ問題すごい問題量があるし、星がついてますね。難易度が綺麗に分かれてて、基本的に、もう、進研模試の偏差値が70、Z 模試70とか、そういうレベルの人に限っては、星2のステップアップは、まあ、どちらでもいいかなと思います。星3のステップアップからでも全然いいし、まあ、高1生なら、進行2生か。ならば、で、理科とかに時間を回さなくても余裕があるよ。他の科目、英語は独局できないとか、そういうことがないのであれば、星2からやってもらっても結構ですけども、まあ、おそらくそういう受験生少ないと思うので、まあ、英語は苦手だったり、まあまあまあ、進行2世は、まあ、理科学なんで、まあ、英語ですね。英語の単語全然覚えてなかったり、まあ、国語はちょっと苦手だったりとか、国語が苦手だよっていう人、多分いると思うんですね。で、リスニングも結構ハイディングされてきて、気になるなという人もいると思います。なので、全然他の科目に時間を回してくれても結構です。なので、そういう人は時間短く短縮でいきたいなっていう人は、星3ですね。ステップアップの星3です。星3をから、星3、4をメインにやっていくと問題量もそんななくていいかなと思います。2次関数とかになってくると星3結構増えてくるので、まあ分量は単純に増えますが、まあ、いい感じの量になると思います。ステップアップだけ全部やると結構量あるので、星3、4に絞ってやっていただくと、そこから一気に成績を伸ばすことができるんじゃないかなと思います。そして、ステップアップをやるときの注意点ですが、ステップアップっていいことに、どの例題のステップアップ問題が書いてあります。モドルね。例えば、これ。
34番だと P2 つ書いてますね。戻ってくださいということが書いてます。なので、もしこれで間違えたならどっちか2つの例題の暗記不足だよってことが、わかりますので、そこに戻って復習しましょう。はい、次行きます。次のターゲット層は、ここ2年生なので、新高3生ですね。新高3生で、真剣模試の偏差値が40だという人はどうしたらいいんでしょうか。ここ3年生、新高3生ですね。ここ2年生の模試で、真剣模試が偏差値40、は、1A に欠損がある場合、2B に欠損がある場合、はたまた両方に欠損がある場合、これいろいろありますね。なので、まずやるべきは、どこが欠けてるのかの確認です。で、どこが欠けてるかの確認で全部解くってかなりしんどいんで、まず何をすればいいかというと、何回も言ってる例題を見て、パッて解法が思い浮かぶのは OK。パッと見て、わからないものは×していきましょう。なので、すいませんね、花粉症で。花粉がすごい、ひどいでございますが、僕もスーパー花粉症なので、はい、花粉に苦しんでいる皆さん、はい、おそらく花粉症では、一番しんどい時期かなと思います。あ、花粉が来たって時期が、一番しんどいので、お互い頑張っていきましょうと。はい、話を戻しまして、例題ですね。例題を一個一個見ていくんですが、パッと見て、パッと解放が浮かぶものはどんどん飛ばしていきましょう。で、パッと見て、ってなった問題ですね。で、答え見て、あーとなったとしてもチェックつけておきましょう。パッと見てわからないと、フォーカスゴールドレベルの例題は話にならないので、パッと見て、あ、わかったってなった問題以外は全部チェックつけていきましょう。で、それパーッといって、一冊全部チェックしてください。そんなに時間はかからないと思います。で、チェックしてわからなかった問題あったらチェックするじゃないですか。そして回答はまだ読まなくて結構です。全部見てからやるんで、一個一個止まってやると、勉強のペースが良くなる。ちょっと落ちちゃって、モチベーションの低下につながるので、まず一冊確認してください。で、チェックが、済むと思います。そんな時間かからないと思います。で、チェック済んだら、チェックされたところの例題だけ徹底的にやりましょう。もう一周やり直しましょう。で、やると 1A は終わります。そして 2B も同じやり方でそれをやってください。すると 1A と 2B が、完成して、基礎力が取り戻せて、偏差値60まで一気に上がると思います。なので、そのやり方でいきましょう。次。新高3世ですね。新高3世で、ベネッセの偏差値から60、前頭模試だと55くらいかな、の人に対しては、おそらく星1、2は絶対完璧です。で、星3くらいから怪しいんですね。星3くらいから1怪しいなとか、あと特定分野に苦手、確率すごい苦手とか、いう場合があると思います。そういう場合どうすればいいか。特定分野に苦手ある人でも、別にふわっとどこが苦手かわからない、全体的に浅く苦手っていう人も、さっきのやり方です。例題を見てわからない問題があればすぐチェックいきましょう。そのやり方をとにかくやりましょう。ですね、基本的に入試数学の基本なんですね、これって。1A、2B、3ってありますけど、1A、2B、3ね。3冊これ。理系の人は3冊です。文系の人は2冊だと思うんですけど、これ、単語帳みたいなもんなんですね、入試数学の。入試数学の最初は絶対暗記なんですよ。熱が考えるのか暗記なのかっていうのは論争があると思いますけど、基本的に最初は暗記です。超高次元ですね。難しいレベルになってきて、旧帝大の上位ですね、東大、京大、阪大とかなってきたら考えるっていう考え方、もあるんですけど、前哨命題とか特哨命題とか、あったりするんですけど、考え方の手順っていうのはね、これが来たらこうやれとか、素数って言われたらこの5点を、5個のうちのどれかの方針を使うとかあるんですけども、そういうレベルは、ではまだないので、まずはフォーカスゴールドの例題を全部覚えるっていうのが入試のスタートです。暗記です、最初。なので、徹底的に暗記を頑張りましょう。考えたりとかしなくていいです。もう答え、ステップアップ問題もする。ステップアップ問題は3分考えましょう。3分。3分考えて、方針が立たない問題は、もう次、答え見ちゃいましょう。フォーカスゴールドは今日暗記なので、暗記頑張りましょう。本当に暗記したら数学はある程度できるようになります。はい。なので、この、ですね、偏差値60か。60のレベルの人になっても分からなかったらすぐ答えを見て暗記していきましょう。どんどん暗記していきましょう。そして、理解する、回答は理解する必要があります。でも、方針は暗記してくださいよ。ここを間違えてない。回答よく分からんけど、数字の羅列を丸暗記はダメですよ、当然。回答は理解するんで、一回そして理解して、数学の回答で方針分かったらかけていくんですよね。なんで、方針を暗記しましょうということです。方針ですね。例えば、なんかいいのあるかな。例えばですね、はい。基本的に方針ってフォーカスってところに書いてるんですけど、この問題だと、フォーカスの部分にやり方、方針書いてありますよね。このフォーカスの部分の方針を暗記するんです。で、一つ一つ回答が書けるようになっていくということになります。そしてですね、それが終われば、苦手分野の確認が終わりますよね。当然、ステップアップに行きましょう。ステップアップ、星3、4のみで結構です。新高3生でおそらく理科とか、文系の人だったら社会とか交互に手を回さないといけないと思うので、そんなに数学に割いている時間はないと思います。なので、ステップアップ問題は星3、4やっててください。
で、星3、4やって、間違えたらまたその対象のレーダーに戻るって形ですね。そのやり方でやっていってください。また、苦手分野、確率が苦手だよっていう人は、確率のステップアップは全部やってもいいと思います。苦手分野だけ全部やるとか、いうふうに工夫してやっていってください。その際も、3分考えて分からなかったことは見てください。暗記です。で、次の日にやり直す。それを徹底していきましょう、ということになります。そして、ここ、進行3世で、全体の模試の偏差値が70を超えている、超上位層の話ですね。超上位層の皆さん、フォーカスゴールドやるかって言ったら微妙だと思います。星4の確認やったりっていうぐらいはあると思いますけど、そういう方はですね、結構フォーカスゴールド愛してる人ですね。結構これ、太いんで、しかもこれ一冊、本当にこれ一冊、最後レベルアップ問題とかまであるんですよ、これ最後の方で。まあ、やれば、本当に、東大京大とか、少なくとも地方の医学部なんか絶対行けますよ。そこそこの医学部、中堅医学部も絶対行けるんですよ。トップの9定台は知りませんけど、行けるんですよ。なんで、本当にこれ一冊もありなんですけども、なぜこれ重たいんですよね。回答を挟むともう一個あるんで、重たいっていう点で別の参考書行っちゃう気持ちはすごいわかるんですけども、こういうの一冊でやり遂げられる、素晴らしい方は、正月問題やってみるといいです。正月問題は問題数がないですし、ですね、ここからのレベルの人には言いたいのは、おそらく模試で計算ミスとか、ボンミスをして点数を落としてるっていう人多いと思うんですよ。なので、おすすめはですね、各章、正末問題あるじゃないですか。なんで、自分の志望校ですね、例えば120分4台が自分の志望校だとしたら、このフォーカスゴールドの正末問題から各分野から4台引っ張ってきて、自分でテストを作るんですね。テストを作って120分にして、時間計ってやってみましょう。そういうテスト形式ですね。そして紙は、A3 の紙を買ってきて、ちょっと大きめのですね、半分に折るといつも渡されるプリントの形になるやつです。買ってきて、その表面1枚を回答用紙にして4台ですね。だから2枚分ですね。綺麗に回答を書く練習っていうのをやってみるといいと思います。そうやっていくと、制限時間で解くっていう勉強ができるんですね。計算ミス直すには、やり方2つあって、そういうテスト形式の勉強と、普段の勉強から、普段の勉強でわーって言って、要は方針を覚えるじゃないですか。なんで、計算ってそのメインにならないんですよ。あー、これ覚えた、できた、ばーって答え見ると、あ、計算ミスかーってなるときあると思うんですね。で、次行っちゃうんですけど、そうじゃなくて、計算ミスを減らしたければ、僕の実体験ですっごい計算ミス多かったんですけど、それがだいぶ減ったんですね。それをどうしたかというと、普段の勉強で答えが出たら、そこで一回計算ミスの確認をするんです。最初めっちゃかかるんですけど、それだんだんと慣れてくると苦じゃなくなるんです。苦じゃなくなると模試でできるようになるんです、それが。模試でちゃんと、解き終わったら自分の計算ミスの確認っていうのが結構早くできるようになるんですね。すると精度が上がって計算ミスが減るので、ぜひぜひやってみてください。はい。では次。浪人生ですね。浪人生は、レベルがいろいろあると思います。なので、今までのそれぞれのレベルに合った、対策を取っていただければなと思います。今まで以上だよっていう、今まで話して神経模試70とかもっと賢いっていうレベルの人に関しては、おそらくフォーカスゴールドをやるとなると、最後の方ですね、正末問題をは、後ろのレベルアップ問題をやると思います。もうレベルアップ問題をやる人は、レベルアップ問題に関しては割と考えてほしいっていうところもあります。はい。さすがに、3分で答えを見ろとは言いません。レベルアップ問題に関しては、すぐに答えを見ると今20分くらい考えるのがいいかなと思いますが、レベルアップ問題じゃつまんないぞとか、レベルアップ問題なかなか解けないっていう人は間に挟む参考書、いっぱいありますね。まあ、ヤサリ、第一やら、プラシカですかとかいろいろありますが、またその、参考書に関しては後日紹介させていただきます。ぜひお楽しみに。ということで、以上になります。フォーカスゴールド 1A の紹介でした。次回は 2B の紹介も、スサの紹介もやっていきたいと思います。イメソブムービズでは、普段は、英語の、英語論理的に解くと。要は、文脈で、文脈的にこの答えこれっていう解説を、論理的に解くということで、情報発信させていただいております。よろしければ、概要欄から動画をご覧ください。またまたシェアリングナレッジという面白い企画もやっておりますので、ぜひぜひホームページを概要欄からご覧ください。それではまたお会いしましょう。マイケル・ダルでした。バイバイ。